我々はこの国の歴史上最も過激で最も無能で最も不適格な副大統領と戦っています。誰も彼女を尊敬していません。誰も彼女を信頼していません。誰も彼女を真剣に受け止めていません。彼女は昨日休みました。どう受け止めますか？13日間大統領選に出馬しているのです。彼女は休みを取ります。私は50日間連続1日も休みません。彼女はそれを考えなければなりません。最終学年レベルので休みを取っています。明日も1日何かで休みを取る予定。今まで見た中で最もクレイジーなこと。彼女は私たちが知らない何かを知っているのかもしれません。まずいですね。そうでしょ。彼女は私たちが知らない何かを知っているのかもしれない。みんなそれを理解していますか？彼女はミズ DNC の記者との簡単なインタビューのために1日かけて勉強したのに、とてもクレイジーな答えで恥をかきました。とてもクレイジー。私たちは60 minutes を決して忘れません。決して忘れません。忘れることはできません。実際私は彼らを訴えるつもりです。なぜなら彼らが答える方法がないからです。彼らがノーという方法がない。私たちは彼女の答えが気に入らない。すると彼らはすぐにそれを何かで置き換えます。彼らがそれに答える方法がありません。しかし我々はカマラに対抗して出馬しているわけではありません。彼女には意味がない。彼女は単なる器です。彼女は2つの文をつなげることができません。できません。ちょうど我々が悪徳ジョー・バイデンに対抗して出馬していないのと同じです。彼は昨日私についてこう言いました。彼を刑務所に入れなければならない。そうすべきだと言いました。そして否定しました。そうは思わない。彼がそう発言することは法的に認められていないからです。彼はそういうことはできません。私はずっと不代で干渉だと言ってきました。これが全てです。彼は私を刑務所に入れなければならないと言いました。これは違法であり訴訟案件です。考えてみてほしい。私は伝説のアルフォンス・カポネよりも捜査を受けているスカーフェイス。両親は私を見下ろしています。父はタフで母は素晴らしい人でした。優しい人。昨日私は母は天国にいると確信していると言いました。 100% 確信はありません。父は自分が良い人だと思っていました。タフで心の広い良い人です。でもエディは頭が良かった。頭が良かった。彼らは今私を見下ろしています。自分の息子がアルフォンス・カポネよりもひどいなんてありえない。今更そんなことが起こりうるのかと彼らは言っています。でも根性のねじ曲がった人たちがいます。全て不代で干渉です。驚くべきことは私が以前よりもずっと人気者になったことです。クレイジーですね。人々がクレイジーだからです。これらの訴訟は司法省 F 機関によって行われており、その背後には梅田がいます。信じられないかもしれませんが、彼は昨日の愚かな発言でそれを証明しました。人々はこれに憤慨しています。私たちは彼らよりもはるかに大きく、はるかに強力なもの、つまり巨大で悪意のある歪んだ過激な左翼組織と戦っています。今日の民主党はそれよりもはるかに大きい。私たちが戦っているのは彼らであり、彼らと激しく戦っています。彼らは国境開放と記録的なインフレ、そしてグリーンニュー詐欺で私たちの国に大きな損害を与えている人々です。彼らは私たちの国を破壊しようとしていますが、これ以上それを許すつもりはありません。我々は11月5日に我が国史上最大の勝利を収めることになります。